Google Stadia とは多国籍テクノロジー企業である Google による登録制クラウドゲームサービスである2019年11月19日に月額課金制でサービスを開始した2020年以降には月額課金のないプランを予定している HDR ビデオに対応し 60fps の 4K 解像度でコンピュータゲームを全世界の自社データセンターを介して プレイヤーに配信する。同社のウェブブラウザである Google Chrome を使ってアクセスできる。YouTube の活用やステートシェア機能で、ステーディアの閲覧者がストリーミング配信者と同じセーブステートでゲームを立ち上げることが可能で、このサービスの USB とされている。HID クラス USB コントローラーを使用することができるが、Google は データセンターに直接リンクするための Wi-Fi を搭載した独自のサービス対応コントローラーを開発している。このサービスはプロジェクトストリームとして開発が進められ、2018年10月にアサシンクリードオデッセイをプレイできるクローズドベータ版が登場。直接競合するサービスにソニーインタラクティブエンターテインメントのプレイステーションナウマイクロソフトのプロジェクトダクラウドがある。 登録が必要なクラウドゲームサービスだが、動作のためにコンピューターハードウェアを追加する必要はなく、インターネット接続と Google Chrome のみで使用できる。ステーディアはユーザーへのメディアのストリーミングにおいて YouTube の機能上で動作しており、ゲームのストリーミングはコンピューターゲームライブストリーミング閲覧の延長とみなされている。Google のフィル・ハリソンによれば、ステーディアは スタジアムの複数型でエンターテインメントが集まる場所にする決意を込めていてユーザーは座って観戦するか自ら進んで参加するかを選択できるようになるとしている。Google は世界中に数多くのデータセンターを設置していて大多数のプレイヤーは地理的にどこかのデータセンターの近くにいると考えておりステーディアはアンライブ、プレイステーションナウ、外界といった先行する。 クラウドゲームサービスよりは格上になると自信を示している。ステーディアは 4K 解像度において 60fps の HDR のゲーム配信に対応していて、いずれ 8K 解像度において 120fps に達すると予測している。一度サービスに登録したプレイヤーは自身の端末にゲームをダウンロードすることなくプレイすることができる。プレイヤーはステーディアを通して YouTube で ゲームの録画や配信ができる。サービスに登録したストリームの閲覧者は、ちょうど見ていた、西部地点で、ストリームから直接ゲームを立ち上げることができる。ステーディアは、HID クラス USB コントローラーに対応しているが、Google は入力の待ち時間を短縮するために Wi-Fi を、介して自社のデータセンターに接続するコントローラーを、独自開発している。 GDC2019 での基調講演によれば、Google はコントローラーの Google アシスタントを使用することで、現在プレイしているゲームに関する適切かつ助けになる動画を自動的に YouTube で検索できるようにするという。Google Stadia は2019年のゲームデベロッパーズコンファレンスでお披露目された。Google は最初のコンピューターゲーム関連製品としてプロジェクトストリームを発表。 同社は過去に2016年後半以降、プロジェクトイエティという名でサービスの開発に取り掛かっていると推測されていて、さらにゲーム会社の幹部だったフィル・ハリソンを招聘していて、2018年のゲーム業界イベントで開発者を募集していた。プロジェクトストリームとアンライブ、g ースナウ、プレイステーションナウといったすでにあるサービスとの 主な違いは特定のゲームプラットフォームではなくデスクトップ版、Chrome ブラウザで動作する点である。また、AMD の Radion グラフィックハードウェアを使用している。2018年10月に Google がサービスを発表し、まもなく招待されたベータテスターがアサシンクリードオデッセイをプレイできるベータ版が開始された。プレイヤーは Chrome ブラウザにて最低限のインターネット速度を 満たしていればゲームをプレイすることができた。参加者はベータ版が終了した時にゲームのフリーコピーを受け取ることができた。2019年3月に開催されたゲームデベロッパーズコンファレンスでの Google による基調講演でステ a ディアは正式発表された。ステ a ディアをサポートするためにジェイド・レ m モンドが率いるステ a ディアゲームズエンターテイメントの設立も発表された。 自社ゲームを開発するだけでなく、サードパーティー作品をステーディアに移植するための支援を行うとしている。2019年6月、正式サービス開始予定を同年11月と発表し、サービスを提供する地域についても14カ国、初期タイトルも30ほど、専用コントローラーやサービスプランについても発表した。2019年11月19日に、 世界14カ国でサービス開始を予定している。月額課金制であるステーディアプロプランは月9.99ドルで一部商品の割引や遊び放題となり、画質は 4KHDR60fps 5.1ch 音声対応。2020年以降導入予定の無料プランは購入済みゲームのみ、プレイ可能で 1080p60fps ステレオである。 2019年6月発表時のサービス開始予定国は北米と欧州のみでアメリカ、カナダ、イングランド、アイルランド、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、オランダ、ベルギー、デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、フィンランドとなっている。2020年以降はステディアでの新作ゲームの発表や配信、機能アップデート、コミュニティアップデートが停止。 2021年に Google は内製スタジオである Stadia Games Entertainment を閉鎖した。Stadia での配信が計画されているゲームは以下の通り。2018年10月にプロジェクトストリームの 1080p 解像度でのテストに使用されたアサシンクリードオデッセイと ID ソフトウェアの Doom Eternal が 4K 解像度 60fps でのゲームプレイ。 HDR 対応で配信されることが計画されている。また旧ゲーム e が開発しているゲームが3番目のタイトルとして発表されており、プラットフォームのステート共有機能を活用したゲームの予定となっている。加えて、ファーストパーティーメーカーとして、ジェイド・レイモンドが率いる、ステディア・ゲームズ・エンターテイメントが対応ゲームを開発するとしていたが、2021年2月3日に、 スタジオは閉鎖した。2019年6月には初期タイトル予定作品を合計30ほど発表している。ベータ版において、ステーディアへの最初のレビューアーからの評価は、PC ゲームの実行できる代替手段になり得るクラウドゲームサービスになると期待を上回る高評価だった。ゲームプレイにおいてラグが少なく、 インストールしたゲームのプレイと比べて遜色ないと評価された。ただ、Wi-Fi の速度によっては、画面解像度が圧縮されたり、遅れが出ると評された。ザ・バージによるテストでは、優先イーサネット接続では、ラグは発生しないものの、共有 Wi-Fi 接続では時々止まることがあるとしている。また、優先接続でも 4K で表示されず、圧縮アーティファクトが出ることもあったとしている。 同じ Google の Chromebook Pixel との相性の良さを評するレビューもあれば、ポリゴンが顕著な音声圧縮を見つけたとしている。アルステヒニカは、プロジェクトストリームのログインシーケンスは、他のサービスより、はるかに簡単だったとしている。注釈出典。ありがとうございます。